3月19日、今日の一言、マクモウゾウですね。この言葉は禅ではすごく大事な言葉らしいんですけれども、妄想というのは妄想ですね。妄想することなかれ、妄想を捨て去りなさいっていうことらしいですよね。人間というのはいろんなことを考えますから、その考えによってどん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 悪い方向に進んでいく場合もありますよね。まあ、過去のことを後悔したり、まあ、未来のことを憂いたりする、そういう妄想を捨て去れってことですね。まあ、考えるっていうのはいいことのように思われてますけども、実は全く無駄なことであるってことですね。まあ、筋トレやって体が良くなるんだろうかとか、減量して何になるんだろうかとか、無駄なことを考えますよね、人間っていうか。そういう無駄なことを考えずに、今この瞬間に集中しましょうっていうのが禅だと思うんですよね。まあ、筋トレ中こそ無駄なことを考えずにというか、まあ禅では無駄も有益もないわけですからね。まあ有益なことすらも考えるなと、有益か無駄を考える自体がおかしいことであって、全ての考えを排除して今この時だけに集中しましょうっていうふうな考え方でいければいいですよね。そういうのが、まあ、マク妄想だと私は解釈してるんですけども、最近の私の一番の妄想っていうのは、このマッスル TV がなくなったことですよね。2000本ぐらいアップしてたんですけども、なんか本当悲しい気分になるんですけれども、その悲しいと思うこと自体無駄ですよね。もうどうにもならないことですから、まあ、マク妄想、ちょっといい言葉ですから、これを肝に銘じてちょっとダイエット頑張ってみたいと思います。ダイエットとて、まあ、こんなことやってていいのかなと思う時ありますよね。美味しいものがたくさんあるんだから、もうそれこそ妄想ですからね。自分の欲のためには自分自身の言い訳っていうのはいくらでもできますからね。まあ、言い訳も妄想ですから、妄想を捨て去れっていう感じで頑張っていきたいと思います。